アングラーズリパブリックの沼田です。今日はですね、ここはね、秋の大阪湾、やってまいりました。沖のね、一文字なんですけども、狙いはね、タチウオですね。いよいよシーズンインと、いう形で始まったタチウオゲーム、ね、ショアスローサーフスター、ね、ショアスローモデルスローブラッドキャスト、ね、これを使ってね、今日はね、タチウオでね、楽しんでいきたいと思います。ではね、早速、釣り始めていきたいと思います。今ね、時間はね、これから朝真面目に向かうタイミングですね。ロットはね、定石通り真ん中992から入ります。で、ジグはね、スロブラキャストのスリム40ゼブラグロという形でね、ちょっとね、一部分だけライト当てて今光らせる。ここからね、釣りスタート組み立てていきたいと思います。早速釣っていきますね。まずはね、ちょっと初めての場所なんでね、水深を測っていきましょうね。先ほど10カウント8メーターぐらいですか、ね、まずはね、水深シリミのボトムから釣っていきます。ここね、10カウントなんでね、上下真ん中からちょっと大まかにまずはレンジを探っていきましょう。次5カウントでね、今日はね、月がないんですね。新月の潮回りで、タチウオね、色にうるさいですね、こうね。で、まあ、活性もね、これからマズミを迎えてくるとパッと、上がって、一番変化がね、大きい、まあ、タイミングをこう釣っていこうというところなんで、まあ、このね、光のない状況、それから徐々にマズミで光が差してくるというところでね、ちょっと反応を見ながらカラーのローテーション、ジグのタイプのローテーション、ね、活性に合わせてロッドを変えていくという形でね、釣っていきたいと思います。あ、フォールの最中にこれ触ってますね。ちょっとね、フリーホールド落としてるんでね、取れてないですけど、ジグね、いい感じで触ってきてますね。ボトムで、あとはね、こう今こう上方向のアクションとね、ホールこう織り交ぜてるんですけども、結構ね、極端にね、上方向に当たる時と、逆にね、こうホールに集中して当たってくる時がね、明確に分かれるターゲットの一つなんですね。で、今、ジグね、スーッとしたところで傷が入りました。で、これね、完全にフリーホール少しね、速いホールスピードに反応してる証拠なんですね。なんでね、ちょっと意図的にね、長めのホール入れてきます。かすかにじゃれる感覚が出るね。お、触ってくる触ってくる。特にこう沖のね、一文字なんかに釣りしてると近いね、場所を回遊する時もあるんですよね。これはね、比較的近め。そうでしたね。あ、ごめん。ごめん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 。そこカウントのところ。割と今はね、上方向にがっちり当たってきましたね。もう一回やりましょう。たまんない。そこに立ち寄る。当たりはね、いかにかけていくか。魚はそんなに遠くないです。当たりもらってました。やはりね、そこのボールですね、ふっとこう止めていくような、バイト、40g スリムのね、ゼブラグロ、ね、一部分だけ今ね、光らせましたね。中層です。よいしょ、いいんじゃないですかね。いいファイトしますね、ここまでサイズラスト。よいしょ、ね、動きでよいしょ、いいバイトしますよ、ね、リアフックがっちりフォール食ってますね。いった形でまず一発目
いいじゃないですかね、いいバイクしますね、サイズで、ね、992からのね、スリム、セーフラグロ、ね、よし。さあ、これで今、中層で当たりもらえてますんでね、ちょっとね、再現性高めていきましょう。今ねここね水深で10カウントのところね5カウントで、今ねレンジ魚からの反応が出てます、ね、もう一度同じような形で釣っていきますね。当たってきたのはねアクションの後のフォール、これをねカッカッカッと結構ね、鋭く止めてきます。で今ね若干ねこう、しらみ始めてきました。でねこうやってね光が変わってくるとタチウオね結構レンジ変えてきます。基本的にはね朝夕の龍馬爪にこう活性のピークを迎えるような形になるんで、少しね、そうなってくるとレンジをね上げてくることが多いですね。なんでね、少しねフレキシブルに対応はしていきます。今日は光らした方が良さそうです ね今日はね、新月光のない状況ですね。結構ね満月なんかで光もらっちゃってる時はね、逆にちょっとね落としていったりという形も有効だったりするんですけどね。まあ本当にね、潮色も含めて状況次第なんでね、少しカラーバリエーションを多く持ってた方が釣りとしてはね、展開しやすいかと思います。光らせると敵面ですね今日はね。フォール少し、今ねテンションかけた状態で長い時間取ります。そうするとねその途中でカカッとね、金属的に押さえ込みます。ちょっとからかえていきましょう、グローには反応してる。ただね当たりはあるけど最終的なバイトまで、持ち込めてないんでベースをカラー変えていきましょうか。ゼブラのゴール、グローはね生かしてベースカラーをね今、ゴールドに変えていきます。尻尾だけねちょっと光らせていきますよ。爪のね、地合い刻々とこう状況が変わるんですけども魚もねレンジ変えてきます。ちょうどねキャストしてるところはね潮がねよれてるんですね。でハートがねちょっと複雑にこう入り組んだ場所になるんでそれの影響で少し潮のよれが出るんですね。そこの、下はね割と今魚が気配があります。今は上方向のアクションでしたね。近いです ね今ねゼブラのゴールド変えたところでねこうやって連発してね、当たりを、もらえましたね。よいしょ、結構ね、サイズ揃ってますね。そういう意味ではねよしよしね、きれい今ね結構刻々とこう真面目時、光のね、具合が変わっていくタイミングですね、今ね、徐々に白み始めていくタイミングですね。まあ活性はねかなり高い方です。でグローのね、反応が今日はいいですね。でその中でもねベースカラーを今ゴールドに変えていったところでね結構いい感じで当たりが頻発ね。もうちょっと釣り込んでみましょう。ちょっと表層もやってみようかな、ね、今ぐらいのこの明るさ、表層に付近まで上がる可能性もありますからね。お、上上がってきましたよ魚、ね、
10カウントの推進のところね、暗いうちはね5カウントぐらいで今ね当たりもらったんですけど、徐々に今ね光、上がってきたところで表層まで魚が上がってきました。ね、カラーは同じく、ゼブラのゴールド、ね、若干ねあれかな、表層付近の魚、まあ、これからちょっと釣り込んでいかないと分かんないですけど、若干、サイズ細くなったかも分かんないんですけど、ね、少しねこう釣り始めて、今ね浅間始め、白身始めたタイミング、ね、10カウントの水深のところ、釣り始めね若干暗いうちはね5カウントぐらい中層ですね、当たりもらってたんですけど、今ね少し明るくなってきたタイミングで表層上がってきましたね。はい、今日ね2日目のねここ、大阪湾のね、起きて一文字、渡ってきました、ね、今日も狙いは太刀魚ですね、昨日ね同じ試合で浅間詰めを釣っていったんですけどね、今日はね割と雲が少ないんで比較的こう明るくなるのも早いかなと思います。まあ、そういった中でね、今日はねちょっとサイズも狙っていけたらいいかなという形でちょっといろいろアプローチまた変えながら釣っていきたいと思います。ではね早速ね釣っていきたいと思います。992からスタート、ここはね変わらず、ね、ジグはねスリムのゼブラのゴールドからね今日は釣り始めます。昨日ね、こう釣りしていくとね、いろいろこう見えてくるところもあるんですけど、明るくなってからね、どうやら2種類のねベイトが入ってるそんな雰囲気ですね。一つはね、7、8センチ前後のカタクチ、もう一つはね、シラスですね。これはね混成してるそんな感じです。若干ね丘からの風がね今日はねありますね。よし、もう早速1投目、嬉しい1投目でしたね、嬉しい、うぅ、タチですね。よし、まずは幸先よく、ね、フロント食ってますね、ね、綺麗だよね。ね、ゼブラのゴールド、ね、昨日もね、ゼブラの、普通のシルバーベースのゼブラからね昨日はねグローから入って、でやはりね途中ゼブラのゴールドの、ね、反応良かったので今日ね1投目からゼブラゴールドで入ったところで嬉しい、ね、うぅ綺麗はい、ありがとう、よし、ね、いいですね。ちょっとね、ゼブラゴールドこれちょっと、もう一度通してみましょう。ね、中層今ね5カウントのところから、入って当たってきました。それほどね今魚はね遠くなかったです ね、今東の空ね徐々にね白身始めてきましたね。ここからね本当に結構ダイナミックにねレンジ変えてきますからね。5カウントのところ、まず次表層をやってみますね。本当にね、試合でピークになってくると、本当に浮き出してくるかなと。ただね、まあ、釣れる魚のサイズ、見てなんですけども、場合によってはねいいサイズが本当にボトム付近にベタッとこう張り付くような、時もあるんで、今日はねそんな可能性もじっくり探っていきたいと思います。
してきました。近いかな、割とね、フルキャストした時頃ぐらいに潮目があって、手前の潮が少しねとろーっと流れてる、そんな感じでね、いるところですね。魚自体それほど遠くじゃなくてもこう反応してきます。今ねリール半回転、割とねこうじっくり見せていく移動距離ですね。で結構タチウオもねこうプレッシャーかかって擦れてきているような状況ですとね、こう上方向にアクションさせていくのに大型が反応しにくい時があって、もっぱらこうフォールにね、反応してくると、特にね、いいサイズになってくるとその傾向が、あることが多いんですけども、そういったところもね探りつつ、でそのフォールもね、まあ、キノキを、今釣っていくところではね割とこうテンションかけながら落としていくところでも反応があるんですけど、場合によってはねふーっとね少し早めにねフリーで落としてあげる、でそこでねようやく反応得られるっていう時もありますんでね、ほんとね、いろんなパターンを試してみる、それによって当日のパターンを掴んでいこうと。やっぱり面白いね、昨日とねパターン変わるんですね。ちょっと竿持ち替えましょう。992じゃないね、991でやろう。うっすらね、しらみ始めてきたところ、少しちょっと違うわけで、地球ちょっと次のね、ゼブラのレッド、どうしようか、逆に光らせないでアプローチ、ゴールドベースのねレッドのゼブラ入れます。このねゼブラの今、レッドゴールド RG というカラーなんですけども、割とねこうゼブラ模様をね、黒っぽくこう見せていく、そんなイメージになるんで、どちらかというとこうゴールドの派手さとシルエットっていう形でね、メリハリの効いたカラー、方が今反応がいいね。逆にゼブラのオレンジ、これはねグローベースカラー、もう本当にじゃあちょっとグローで攻めていきましょうか。ね、一部分だけね光らせます。このタイミングはね、今ねゼブラのオレンジ、グローベースのねカラーで変えたところでしたね。よしエリア服、ね、うーきれいねえ、やりましたね。で少しちょっとねグロ抜いたところで、ね、反応が得られなかったんですけどね、やっぱりね、一部分、まあ、この今の光の具合でいくとね、このタイミングは、多少ちょっと光らせた方が反応いいかなといった形ですね。レンジは中層ですね。ここね色がね適面に出て、で今ね竿991持ち替えて少しアクションね、落として、いやいやソフトなアクションでね、落としてあげると、いったところでね反応してくれましたね。だいぶね今、光明るくなってきましたね。
またこれで変わるんですね。今ね、塩としてはね、ここで揚げが1杯ぐらいになるかな、これから落としてくる、そんな塩回り。アプローチ変えた時はポロッポロッと出るんですけど、そのままずっと続くかというとね、割とそうでもないんで、昨日に比べるとこう雲がないんで光の変化が激しいというか早いんですね、明るくなってくるのがね。なんで、そういう意味で、多少ちょっとこう反応をね、同じパターンで維持していくっていうよりは少しアプローチを変えてった方がいいかもしれません。ちょっと落とし方とね、色味変えていきましょう。ワイドのゼブラのレッド、まあレッドベースにねゼブラのグロー入ってるという色なんですけども、ちょっとこれでね入れてみましょうね。良くなりましたね。やりました ね、 ね、ゼブラのレッド、ね、リア服、がっちりです ね、 ね、もうだいぶねこう、夜明け、なってきたタイミングでね、やっぱりねこうなかなか、同じ色でね、もしくは同じジグの、フォールのパターンで続かないと、いうところでね、こう光がバーッとね変化するのが早いんですね。まあその中でね、サオ991サーフスターで、今これワイドです。ワイドの、ゼブラのレッド変えたところでね、一つ良くなりましたね。今日はね当たりの数自体はそれほど多くないんですけども、こうねうまく合わせてあげるとね、逆にこうしっかり、フッキングしてきますね。その影響で流れが、ね、少しよれるんですね。そのね今ねよれ、そこで今当たってました。いいバイト、ね、ロッド今991ですよ。おお。なかなかね強いバイト。こう割とレンジ今ねパッと上がってきて、サイズもね結構いい感じですね。お今ねフロントの服がね、口に入ってた状態一瞬こうグッとね、フッキングした時に寝掛かりなと思うぐらいのねいいファイト。
でね、途中ね少しこうファイトしてくるとね、ふーっとこうパワーがね抜けたようなタイミングがあるんですけど、あのタチウオね特有のファイトなんで、その時はねテンション抜かずに、巻き続けてくると、いうのがね大切ですね。バレたかなと思ってね緩めちゃうとね、そこで本当にバレてしまうんでね、意外とついてるもんなんでね、巻いてきて、もう結構ね今ねこのワイドゼブラのレッドが、991のアクションでねこういい感じで当たりもらえてる状況です。あの潮がよれてるところだな。結構ねじゃれつくあたりをね、頻発してます。でその中でねしっかりこう、フォールドね食わしていくといった形ですかね。見えてきましたね。ね。ね。綺麗。ねこのサイズ割と今、上のレンジ上がってきましたね。やっぱね。このサイズになるとファイトもね。強くて気持ちいい。はい、今回はですねここ大阪湾、沖堤ですね、一文字渡りましてねショアスローでねタチウオを狙っていきました。浅間爪をね中心に釣りをしていったわけなんですけども、本当にね可愛いサイズから、上大きいものに関してはかなり、手応えのある太いサイズまでね、タチウオ釣ることができましたね。まあ、かなりねこう刻々と変わっていく状況をね、釣っていく釣り、それこそ5分とか10分とかでね状況が変わってくる中で、まあ、いかにね、ロッドのセレクト、ジグのセレクト、もしくはねアクションといった形でね答え合わせをしていくかというところでね、非常にこうそういった答え合わせのパズル、これがね、この釣りの醍醐味という形でね今回満喫しましたね。でタチウオね試合終わってからの明るい時間もね、いろんな多彩なゲストがね顔を出してくれました。で、稲田、ここ当時ねツバスと呼ばれるサイズ、それからサゴシですね。でまたね、アジなんかもねこう姿を見せてくれましたね。そういう意味でね、タチウオゲームね起きて、非常に充実した、釣りになりましたね。ぜひね、これからがね本格シーズンですね。皆さんもぜひショアスローでねタチウオ楽しんでみてくださいね。